秀吉は賤ヶ岳で勝家を倒し、利家を味方とした。名実ともに天下に一番近い男となった。秀吉に対抗できる力を持つ大名は三河、駿河など五カ国を擁す徳川家康のみだった。そんな家康に織田信長の次男信雄が接近。両者は共に挙兵し、秀吉と交戦状態に入った。秀吉は小牧長久手の地で家康と対峙した。秀吉と家康、天下の領有の初対決の行方はいかに。天下統一の将、小牧長久手の戦い。義継、お前さんの忠心は疑いようがない。じゃがちーと確認したいことがあってな。徳川陣営にいる藤堂高虎、やつとお前さんが通じているという話があってな。高虎から慶宛てにこんな書状が来ている。これは全く覚えがありません。信じていただきたい。秀吉様、その書状私にも拝見させてください。お前何すんだ。これはついうっかり、申し訳ありません。いかなる処分も受けまする。疑いの種が灰になってまったらしょうがないわ。義継、三成、もうええぞ。この儀はこれまでじゃ。決してお前を助けたかったわけではない。決戦を前に味方の士気が下がるのを恐れただけだ。利家、よう参陣してくれた。俺はおじきとお前に二度救われてんだ。織田に帰参するとき、そして賤ヶ岳のとき、二人とも俺を命がけで救ってくれた。んで結局おじきには腹切らせちまった。本当ならおじきを追っかけてくれだ。でもそれだけは絶対やっちゃいけねえ。俺はおじきに生かされた。俺はおじきの分まで生きて戦わなきゃなんねえんだ。おじきの思い背負って生きていかなきゃなんねえんだ。それに俺にはまだ恩人が残ってる。大切な友が残ってる。だから俺はお前のために戦う。鬼柴田が軍の魂持ってただお前の前の敵を撃つ。そうか、分かった。お前の仁義思う存分貫け。わしと共に新しい世の中作ろうや。ああ任せとけ秀吉。家康のやつぶっ倒してお前を絶対天下人にしてやんぜ。でよ、作り上げた世の中見せつけてやるんだ。日の元のどっかでぶらついてるもう一人の恩人にな。わしは学伝城、家康殿は小牧山城。普通にありじゃろ。
不毛な睨み合い、ここらで打開せね。ミツラリ、やってやるぞ。こっそりおバカ城を制圧せ。あの城から家康殿の本国三河を襲うんじゃ。わしらは三成らのおとりとなる。徳川軍の注意をこちらに引きつけるで。やらきは北方に兵を集中させておる。浜勝、小牧山城と信勝殿のこと頼んだぞ。あ、受けたまわった。怖いぐらいすんなり進めているな。速やかに南東の砦を落とし、小畑城に迫るぞ。この砦を制圧すれば、小畑城は裸同然。これだけ暴れるな。徳川の目も僕じゃろ。三成もだいぶ攻めやすくなったはずや。開門。よし、この勢いのまま小畑城を落とす。小畑城周辺の敵はあらかた片付いたようだ。ガンガン行く。やってやるぞ。秀吉殿とは古い付き合い、互いに手の内は知り尽くしてる。だが、ここで俺が粘れば、俺様は別の策を講じることができる。小畑城に家康殿が現れたじゃと。ちゅうことは、小牧山城は手薄じゃな。三成が粘ってる間に小牧山城を落とす。その後、小畑城に急行するで。山城を落とすまで持ちこたえを取ること。分かった。死しても役目は果たすと伝えてくれ。これは三成を救いたい。だが我が国だけでは救援は難しい。他の者まで巻き込んで俺を救いに来るとは、お前の意外にバカなのかな。なあ、うっかり書状を回してしまうバカにはかなわない。爆殿城を守る秀次様の敗走には注意されたし。ここまで敵が。なおかれさま、共に柱軍を食い止めましょう。小牧山城の砦を守るは美女2人か。天下取りじゃ。開門。出世じゃ。まともにやり合う必要はねえで、信勝をサクッと倒して城を奪うんじゃ。
小畑城を攻め三成を救うんじゃ。拙者を退けるとはなかなかの猛者。負け、今は借りておこう。今より学殿城に総攻撃をかける。学殿城が落ちれば秀吉殿は態度を失う。ここで討ち取ることもできようぞ。現状三成ら別動隊の方が学殿城に近い。別動隊は急ぎ学殿城に戻るんじゃ。今回はそのまま小畑城に突撃する。イエスとの撃破し勝利を引き寄せるんじゃ。覚悟しろ。秀吉の天下なんて俺は認めん。解剖これは小牧山城より戻り直した。いかなる処罰も受けるぞ。良い忠勝、主の奮闘のおかげで秀吉殿に一泡吹かせられた。この前に秀吉殿にはもう一泡吹いていただく。下がって。普通にあるじゃろ。敵将討ち取ったい。なめるな。敵将討ち取ったい。なんという強さよ。秀吉様が策を打てば家康が返す。大名は多いが世の英雄はやはりこの二人か。天下無双の知恵者なんさ。こんなものか、勝負にならん。かなう相手ではなかったか。出世じゃ。この気にを背負うのに負けられぬ。この戦い移動は不覚を取らぬ。さあ参られ。互いに認め合っている。そして互いに競っている。天下人の座。うっひょー、また手柄を上げてまったわ。敵ながら見事、いつかまた相まみえん。なんとか勝てたわ。やはり家康殿は強い。恐ろしいほどに。秀吉様が家康のもとに出向き講和を申し込んだそうだ。これが何を意味するかわかるか。そりゃあれだろう、家康味方になりゃおじきの天下確実だからだろ。表向きはそうだ。だが
俺は別の見方をしている。秀吉様はそれだけ家康のことを信頼しているんだ。最大の敵を信頼している？何バカな。ミスナリ、お前も気づいているはずだ。家康の人望や実力、現に先の戦でも俺たちは家康に苦戦を強いられた。秀吉様はすでに未来を見据えているのだ。自分がいなくなった後の天下の行く末を、秀吉様には実施がいない。秀次様も養子だ。となれば秀吉様の作った世を安定させるには。不愉快な話だ。俺は失礼する。まあ清正の言うことも分かんなくもねえけどさ、そんな先のこと心配する必要なくね。それに家康の力借りなくてもさ、俺たち三人ならおじきの天下守れるってガチで。現実を見ろよ三成。いやー、家康殿はお強い。このまま戦を続けたら共倒れになってまうわ。どうじゃ、ここは一つ壊せんか。そのために単身参られたと。家康殿、頼む。お前さんがここで折れてくれりゃ5年で天下を統一できる。じゃが折れてくれなんだら倍かかる。それじゃ長すぎる。わしの身が持たんわ。真に強きは秀吉殿よ。敵陣に乗り込み心根を晒す、私には到底できません。戦なき太平のため講和をお受けいたす。家康殿、かたじけない。天下人の重圧っちゅうんは尋常じゃねえわ。わしが死んだら家康殿はこの重圧を一人で背負うやもしれん。